そう。はい、ごめんごめん。いやいやいや、いつもいつも過ぎてください。まあ、観客の方々の満足度が高まらないことにはやっぱ競技場の価値ってないと思うんですね、うん、今や薄くなってごめんなさい。では私いろいろちょっと待ってください。すみません、大丈夫、こちらにお願いします。法律協議所が新しい法律協議所でワールドカップできなくて、いやもうこれね、非常に残念でしてね、僕ら関係者も、あとその国内だけじゃなくて、国外のやっぱりラグビー関係者も非常に残念がってる、うん、今、どういうようなにその競技場がね、うん、その進んでいってるのかっていうのを、うん、観客の方々の満足度が高まらないことには、やっぱ競技場の価値ってないと思うんですね、うん、今や。そうすると、プレイヤーズファーストっていうのは当然、プレイヤーズファーストなんですが、うん、もうそれとともにっていうか、同レベルに近いぐらいに、その観客の皆さんの、満足度っていうのが非常に重要になってきている時代だと思うんですね。先ほどホスピタリティの重要性というのをおっしゃったと思うんですが、まあ、かたやちょっとそのコストの面が問題になったりして、そこでこうどう折り合いをつけるかっていうのが非常に難しいと思うんですが、国立競技場が1年2年でなくなるわけじゃないんでね、まあ、半永久的に存在すると思ったときにはやっぱりしっかりそこには、かけるものをかけないと、やっぱりたくさんの人が来ていただいて満足度がやっぱりね、この席だと良かったけどこの席ダメだっていう話には、まあ、してほしくないなと思いますから、大体同じようなレベルで満足度が高いということがやはりこれからの競技場の非常に重要なところではないかなと思いますので、そこには極力、まあ、お金がいるならばお金もかけていただいて、やっぱりまあ満足度の高いものにしていくっていうのは重要なことじゃないかなと思います。